スペイン軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は77,350人であり、2000年の68,190人から13.4%増加した。軍庁所在地はステルウォーター市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はブーマーと呼ばれた。 オクラホマの土地開放以前に入ってきていた開拓者の指導者デイビッド・エル・ペイン大員にちなんで名付けられた。ペイン軍は1890年のオクラホマ構成法によって第6軍として設立された。その領域には1889年のランドラッシュで入植された土地が含まれた。この構成法はスティル・ウォーターとペインの町の間で 軍庁所在地をめぐって争われていた問題も、片付けた。イースタンオクラホマ鉄道が1900年と1902年に、ペイン軍を通る線を2本建設し、その後すぐにアッチソントピカサンタフェ鉄道に沈退した。2010年、キーストーン、クッシングパイプライン、フェーズ2が、ペイン軍を南北に貫いて建設された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は697平方マイルであり、このうち陸地は686平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は1.55%である。シマロン川とスティルウォータークリークが、軍内の大半を流れている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オールドセントラル。 オクラホマ農耕カレッジのために最初に建てられた建物、1894年、ゴロペイン郡にある教育機関には次のものがある。ありがとうございます。